天台庵は、お茶室が、ミレーさん の、 初めての作品になるんですよね。日々中央町行っていただくと、ミレーさんの本当にこう最初期からこう時代を追ってこう変遷していく彼 の、 作品の作り方だとか作品感だとかそういったようなものっていうのが、本当にこう順を追ってこう見ていっていただくと非常にこうよくわかる、場所ですので、